どうすかどうすか、ちょっと待って、決まってねえのかよ。はい、決定、ツビが決定。あ、決まってる。はい、じゃあこれでついに大会運営から一人勝利者が出ますね。そういうことか、やるな、やっぱ頭いいな、運営陣、運営陣頭いいわ。ワクオツ、ワコツはワクオツです。はい、先鋒戦チップブリジットです。ケビケビケ、ジャンハイから表で画面端、マイケ中段、マイケマイケリープ感覚、足払いコースティーダーレッドアングルから画面端落として、ガンマメイドが置いてあった。一方の選手はザップチップ K2 強かった。逃げて逃げて、さあ引っかかってベイター、手裏剣でクマ消していたが画面端取っているのはニートブリッド、ザップさんがバスト、ラストカード投げて投げてここで刺し、でタンガル使って大きい攻め、ラストはもう食らっていた、ダウンは奪えない、ジャンパイヒット転移でゲダン、ガンマ露骨に口投げだよって言った、ガンマ金馬投げか、バス投げか、金馬ガード様子見していた、運営初勝利、しかし負けているのも運営最後に立っていたのはザップチップでしたと。さあこれでイーブン、5対5です。6人チームなんでね、なんでそっち移してんの、なんでそちらを、次が万葉さんです。さあ、まあこれで実質イーブン。あ、エリアルつないでダウンじゃないから、バーストガード手下しから青出そう、空中出す、落として我慢、ダメージ取ってく、マイケ
中段はガード、ブーメラン、ジャンハイカウター、これ欲しい、バーストを使わせる。しかしジャンピタイが置いてあった一方選手はザップチップ2勝目になるか。2ラウンド目テイクダッシュ、差し込んだ、うまい、これはミス手裏剣の方、しっかりエリア取って投げる、距離高く下段表、さあ置き締めがループ下がスタイクからインペリしっかりつないでラインを上げて話し合いが邪魔だった、気配魚で1-1、最終ラウンドアルファで逃げて、アルファで逃げて、KPKP 下返す、痛かった、出すともうそこに相手はいない、すいません、ちょっとハウリングが多いですね。さあお互い速い、実況が追いつけない、シャキシャキて触っていくのはザップチップ、必要な下段で高め端、ここは細切り空中投げ、ガンダッシュ投げ返して、バースト早かった、バーストシュリケン、さあなんとか耐えたい、マイオディジー手にで逃げて、ここは投げから魚、さあ置き詰め、ここは中段通した、2勝目はならない、あ嬉しそう、嬉しそうですね、時報は誰でしょう、さあここで決めに来る、出てくるのはフルタミリア、スランド目あれで触っていく、触って下段バスト転がって投げを通す、テリーテリーリーダウン、バナナフォート下段がヒットして置き攻めはループ、今度はプリキメイズ大刺激キックから殺してる、一本選手はフルタミリア、タッチパンタイク通る、 DDD 落としてこのね2択はかなりね見づらいですね、 KD KDD プリキメイズ前手バーストを出せてコロコロ投げ、さあミディアが速くて生成ができない、仕掛け当てて置き攻め必要に下段バーストスカル魚投げて、テリーテリーリープリティメイズめくって下段、これはミスなのかそれともわざとなのか、さあ3人目は誰が、ここで出てくるのはハーマセイソル、先ほどの0回戦、0回戦じゃないわ、1回戦で一番被害を被ったセイソル使い、お母さんからメールが来た、はい、
止め、こちらの止め、投げているのはフルタミリア。いい、でこれは足払いが長い、あ、かっこいい子も決める。反対側の画面端に連れて行って、これはこれはどっちなんだ、バットもミスなのか、逃げていた。エコ選手はフルタミリア強いですね、乗ってきた。当たってシャイス走っていく、シャガハイ、これはスカタローに投げて DKDD 落として、フェラーガード投げて、ここは飛んで回避、マイケ攻め継続、投げ返している、伝承流勝っていく、それも IK はガード、勝利拳さあどうする、ミリアが体力少ない、シャガー入り補正切り、オーバー対しつつ頑張れ頑張れ、いちいち高校は現場ヒット、おいしい展開、ジャンピータイク、昇竜拳、おかしくチャージしていたが投げているのはミディア、落として、まあ、飛んで回避、昇竜拳、空中投げに来たところ、昇竜拳投げて D 落とす、プリティメイズ、ゲダマカード投げて、しつこい DKDD でタングル頑張れ、あーこれは立ち発生早い、根元は6で、なんかヒットバーストさあ浜瀬するどうする、投げた、投げはめおじさんや、投げはめおじさんや、はい、1、2、3、4人目